はい、どうも、バジーです。今日はですね、バッドグリーディーさんとのコラボレーション Day 5ということでやっていきたいと思います。前回の Day 4の時はですね、まあ、バッドグリーディーさんの音源をチョップしてですね、ドラムラックの中に入れて、まあ、ドラムラックっていうのは、エイブルトンライブのね、中に入っているインストゥルメントなんですけども、そのドラムラックの中に入れて、チョップしたものね、まあ、いいとこでこう、曲があったらそれを切り刻んで、それを組み合わせてね、まあ、ヒップホップ独特のね、まあ、作り方というか、そういう感じなんですけども、できた上音に、今度はドラムのね、キック、ハイハット、スネアっていうのを入れて、ビートをね、作りました。で、今回はその出来上がったビートを、さらにね、こう、味付けするっていうか、ヒップホップ感を強くするために、ベースラインを入れていこうと思っております。はい。なので、今日はベースライン作りになります。で、そのベースラインを作るのに、今日使うアイテムがこちらです。はい。ネイティブインストゥルメンツのコンプリートコントローラー M32 というね、ミディキーボードなんですけども、以前ね、僕の動画の方でレビューさせてもらってます。よかったらチェックしてみてください。ということでね、今日はこの M32 を使ってね、ベースラインを入れていこうと思います。で、この M32 はね、非常におすすめで、まずね、コンパクトで、そして持ち運びするにも軽いです。はい。で、値段も安くて、まあ、2万円しないで買えちゃうんで、非常におすすめです。なのでね、なんか自分家の機材そろそろ買い替えたいなとか、手頃なのないかなとか考えてる方には本当おすすめできます。で、ついでにね、DAW もついてきちゃったりするんで、非常におすすめ。で、そのね、DAW っていうのが、ネイティブインストゥルメンツ、大体ついてくるのがエイブルトンライブですね。はい。大体ついてくるのがエイブルトン。もしくは、エイブルトンじゃなかったとしても、プロトゥールスファーストっていうね、プロトゥールスの、まあ、ちょっと簡易版みたいなのがついてくるんで、本当にね、お得だなっていうふうに思います。まあ、DAW がね、ついてるついてないっていうのは、その時期、お店によっても違うと思うので、その辺はチェックしてみてください。というわけでね、今日はこのね、ネイティブインストゥルメンツのコンプリートコントロール M32 を使って、ベースラインを入れていきたいと思います。バシヒデ！はい、それではですね、まず、ベースライン、これね、コンタクトの、スキャービーのリッケンバッカーベースを入れていくんですけど、前回作ったねビートをまず聞いてみましょう。OK、これにね入れていきます。今ね入れたやつを、今録音はしてなかったんですけども、これエイブルトンライブのキャプチャー機能っていうねものがねキャプチャーしてくれてたんで、それでねそれを利用してキャプチャーします。するとね、ねこのようにもう今練習で演奏してたのを撮ってくれてるっていうね、非常にこれ便利なね機能なんですね。で今撮ったものをまあいいかなと思ったらですね、ここの、まあ今弾いた部分をこう抽出してあげるというね、はい、ここの3小節目から4小節目の頭まで、まあつまりこの3小節目の1小節ですね、これを今、抽出します。したら右クリックしてクリップをクロップすると、この部分が抽出されますんで、これを聞いてみましょう。はい、こんな感じでね抽出されました。そしたらねちょっと若干ねやっぱリズムがずれてる部分があるので、これをクオンタイズしましょう。でコンプリートコントロールにも、これクオンタイズ機能があるので、このボタンをねここなんですけど、クオンタイズを押すとこうクオンタイズしてくれて、だいたいねこう合わせてくれます。この合わせるのもねいろいろとこうクオンタイズの設定っていうのがあって、クオンタイズ4分の1、8分の1とかいろいろこれ設定があるんで、まあこの辺もね細かく設定することができます。もちろんねもうリズム感がすごく良くて、まあ
上手にねベースラインですとかピアノとか弾ける人はね、まあ必要のない機能かなと思うんですけども、なかなかね、まあ僕のようにちょっとまあ半分素人みたいな人がね楽器を弾くときどうしてもズレが生じてしまうので、まあコンピューターにね一回こうズレをね直してもらうっていうねこともできます。まあそのズレがね逆にかっこよかったりするときもあるので、クオンタイズをね使うとなんかダサくなっちゃうときもあるんだけど、まあこういったね単音の時とかはね割となんつうかな、使える機能かなっていうふうに思いますので、このねクオンタイズっていうのは結構おすすめの機能ですね。はい、で一回クオンタイズした状態で聞いてみましょう。はい、いいですね。あとはまあ細かいねちょっと重なり、音の重なり部分とか伸ばしとかっていうのは、またミキシングするときに調節するので、今は大体の形っていうことでね、なんとなくのベースラインができました。で、使ったね、音っていうのは、C シャープ、G シャープ、B、そして D っていうね、そのコードをね、使ってます。はい。もう一回聞いてみますかね。このベースラインの部分だけ聞いてみましょう。というわけでね、割とね、これは90年代の、まあ、東海岸のね、ヒップホップ風の感じのベースラインかなというふうに思ってます。はい。で、ヒップホップのベースってどうやってね、弾けばいいんですかっていう話にもなるんですけれども、まあ、一番いいのは耳コピーして、それっぽいのをアレンジして弾くっていうのが、まあ、本場のね、ヒップホップに近づけるやり方かなと思うんですけども、どうしても譜面を見たいよっていう人は、割とね、ヒップホップ、ベースライン、譜面とかって、調べると出てたりもします。はい、有名な曲はね、まあ、有料だったりもしちゃうんですけども、そういうので調べたり、あとはですね、まあ、ソウルミュージックとかね、あとはジャズとか、その辺のベースラインを、譜面を見てね、タブ風でもいいんですけども見て、それをこう結構自分の作った上音とか、ドラムパターンに組み合わせると割とねガッチリハマってかっこよくなったりします。はい、なのでね、黒人さんのミュージックには黒人さんのミュージックからこう掛け合わせるっていうね、まあヒップホップにソウルを合わせるとかジャズを合わせるとかっていうのは非常に有効な手段となります。実はねこのベースラインもね参考にした曲、それ何の曲かは秘密なんですけどもあるですよ。はい、それをねちょっと僕なりにアレンジしたベースラインになってます。ということでね、1パターン完成しましたので、次2パターン目いきたいと思います。2パターン目はグリーディーさんのピアノがねちょっとパターンを変えてます。タン、トラン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 タン、トランラン、タン、トランランラララっていうね、ラララっていうところをちょっと省いた感じにしてます。ここはねまあサビというかラップのバースの部分ねにしようかなと思ってます。でさっきの部分をまあサビにね使おうかなっていうふうに思っていますので、ちょっとここはね、ベースラインも変えていくっていうねパターンです。はい、どういう感じでしょうかね。 C とちょっと音程くれたな、ここだ。ちなみにね、ここでオクターブも変えれますので、コンプリートコントロールはね。で、ここをいじると、こうやってね、今流行りのね、遊びができます。よし、じゃあね、この C シャープと D にしてみようかな。C シャープと D の組み合わせ。よし、ちょっとここは録音してみましょうか。録音してみましょう。キャプチャーじゃなくてね、録音してみましょう。
ょっとね最後色気づいてドゥッドゥドゥドゥッドゥドゥってやってみましたけど、まあね、これもね、またねクオンタイズかけときましょうね。クオンタイズ機能で頭を揃えといて、で、はい、でね、ちょっとこういうとこね、テクニックとしてちょっとこう重ねてあげたりするとこう滑らかさがね出たりします。まあこれミディノートで見ると分かりづらいかもしれないですけど、この重なりはね、こうベースを弾いた時のこの滑らかさを表します。はい、滑らかさをね弾いてみましょうか。ちょっとねこう次の音に行く時こう滑らかな感じを出してます。逆にねこれをちょっとこう離して、ここちょっと開けましたよね、間を。そうするとちょっと歯切れの良いね、あのさばきになるというか。ね、ちょっとこう歯切れがいい感じになっちゃいますね。まあそれがいいっていう場合もあるんですけどね。こうちょっとこう重ねてあげると、ちょっと滑らかさが出るっていうね、そういうね技もあります。まあこの辺は自分のね、お好みの設定になりますんで、まあ、いろいろとやってみてください。はい、というわけでございまして、今日はですね、ネイティブインストゥルメンツのコンプリートコントロール M32 を使ってですね、ベースラインを入れていきました。はい。ね、非常にね、やっぱね、元ネタがね、めちゃくちゃかっこいいんでね、もうベースもね、映えますねって感じですね。はい。で、この後ね、調整してって、まあ、さっき説明したようなベースラインの滑らかさとか、あとはパターンをもうワンパターンぐらい作ったり、あとはそうだな、ドラムのね抜き差し、スネアを抜いたり、ちょっとハイハットをもうちょっと工夫したりっていうことをしてって、だんだん煮詰めてね仕上げに向かっていきます。で、デイ6、7っていうあたりはそろそろね、この後ちょっと僕撮影しないでちょっと仕上げていこうかなっていう部分もあるので、デイ6、7あたりではね、その仕上がったものをお見せできるかなっていうふうに考えております。はい。だから、なので、そうだな。Day 7あたりにはもうそろそろね、もう、ラップ入ってるかもしれないですね。Day 6でもうオケがね、完成しましたっていう感じでお見せして、Day 7で、ラップをね、入れるっていうような流れにしようかなっていう予定です。まだ予定なのでね、まだわかんないですけども、大体そんな感じで、仕上げていこうという段階でございます。はい。で、そうだな。ね。最後に、今日のこの Day 5の最後にね、宣伝一つ。僕がね、参加させてもらった曲、ね、バターという曲が出ましたんで、そちらの方をチェックしてみてください。この曲はですね、北海道のシンガー、アサさんと一緒に、フューチャリングさせてもらった曲で、非常にね、雰囲気のある、大人な R&B という感じで曲を作らさせてもらいました。非常にいい曲で、深みのある曲なので、ぜひぜひチェックしてみてください。僕の YouTube でも聴けますし、アサさんの YouTube の方でも聴けますし、販売配信の方も行っておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日は Day 5ベースラインを入れました。 Day 6の方お楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。 Peace。